38式15センチメートル榴弾砲は、日本陸軍が1911年に正式制定した榴弾砲。1904年、日露戦争の開戦に伴い、日本陸軍がドイツのクルップ社に、方針後座式の近代化砲を数種発注したうちの一つ、中大器を持たない、かつ式15三榴弾砲を保管更新する目的の 野戦銃砲兵向け榴弾砲である。クルップでは日本陸軍の要望に合わせて若干の修正を加えたものの既存モデルの設計を流用して直ちに製造に取り掛かり、翌明治38年には発注数を揃えて出荷したものの日本に到着したのは法天海戦よりも後であり、日露戦争の戦場には間に合わなかった。その後、改めて 日本国内で審査を行い、若干の改正を施して1911年12月を、もって38式1 5三竜弾砲として、正式制定され、昭和に入って38式15センチメートル竜弾砲と、解消された。閉鎖機は段格ら式で、創薬化変式の分離薬等。 創薬は一号法契約だが、小順器が旧式なため同一漂弱で異なる弾量の砲弾を発射するのに、弾種別に専用の薬能を用いるという、このクラスの重砲としてはあまり用いられない方式を取っている。移動は八馬万英を前提としたが、対角に劣る国産馬での万英は事実上不可能であった。このため、人中変換に際しては分解して、 荷車に積載せねばならなかったが、もともと分解搬送を前提としていない設計であったため、これには多大の時間を要した。もちろん、移動した先での組み立て再設置にも時間がかかり、野戦重砲と言いながらも、実質的には工場砲並みの機動力しか持たなかった。これは、本砲最大の欠点となった。採用以降、陸軍は野戦重砲兵の主器として、 本砲を整備し、大阪砲兵交渉で国産化もされたが、蒸気理由により、生産期間はそれほど長くはなかった。1918年に野戦重砲兵連隊が、独立編成になる頃から4年式15センチメートル縦断砲との痴漢へが始まり、1935年頃には一旦、予備保管兵器となった。しかし、日中戦争の勃発により動員され、その後は、 限定的ながらも、第二次世界大戦の終結まで運用され続けた。本法の機動力不足を解消する試みは、台米開戦後の重砲不足の中で開始され、4年式1 5トル縦断法に、準じた、分解式への改造は不調に終わったものの、1944年には、決定版として自走化が検討され、4式1 5トル自走法として、実用化された。 本法の偉人は1914年の新太郎攻略戦にまで遡るが、野戦重砲として本格的に使用されたのは1937年、日中戦争に伴い動員加齢となった、野戦重砲兵第5旅団令下の野戦重砲兵第11連隊及び野戦重砲兵第12連隊に配備されて出征した。両連隊とも1939年に一旦、 復員したが、野戦重砲兵第十二連隊は1942年に再動員となり、フィリピンに派遣され、1944年から1945年にかけて、ルソン島で米軍と戦い、全滅した。野戦重砲兵第十一連隊も1944年に再動員となったが、本土決戦の準備中に終戦となった。 後方からの写真4式 15cm 自走砲の手法として搭載された。軽量な38式は97式戦車車体に無理なく搭載でき、直射を含む機動射撃では単射程はあまり問題にならなかった。大きな策略量により、米軍戦車を正面から撃破できる貴重な対戦車戦力として重宝された。ありがとうございます。